決まります。ペアのフリー、いよいよ優勝をかけた最終グループがこれから演技に入ります。その1番手は何といってもオリジナルプログラムでトップに立ちましたエカテリーナ・ゴルデーワ、セルゲイ・グリンコフ。果たしてこのペアが2年連続4回目の世界チャンピオンになれるかどうか。高いあの3回転のスプレッドツイストから入りましたね。はい、あ、ちょっと立ちが乱れました。リフトですね、空中で片手になってますけども非常に優雅に、そして力強いリフトです。ちょっとこのジャンプシークエンス、はい、エカタリーナにミスが出ましたね。特に去年もそうでしたけれども今年もあのオリジナルでもちょっとジャンプにこのエカタリーナの方が精算がないんですよね。素晴らしいでした。あのスローのトリプルサルコですね。3回転で滑りが非常にあの優雅ですね。はい、そうですね。この2人の特徴ですね。安定したスローダブルアクセルです。こういうあの軽いリフトも非常にあの音楽の雰囲気を出していいですね。はい、空中での姿勢が非常にあの素晴らしくあのフォームが整ってます。そして力強いですね。ジュリエットの曲を使って今までのこのゴルデーワ・グリンコフの雰囲気とはガラッと変えて今年は世界選手権に挑戦しています。オリジナル
ナルプログラムを終わってトップに立っているゴルデーワ・クリンコフ、昨年のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンとしてこの今年の大会に臨んでいますが、果たしてそのタイトルを守れるかどうか。あのジャンプシークエンスでのミスがねちょっと大きいですし、彼らがこれだけミスするのはちょっと珍しいんですよね。はい、このエカテリーナ・ゴルデーワの方は体も一回り大きくなって、その分だけこう大人のムードが出てきたんですが、まあ、そのせいかどうかジャンプにちょっと精細がありませんでした。このジャンプはちょっと、はい、足元が乱れましたね。彼女は3キロ体重が増えてるんですよ。あ、そのせいもやや出ているのかも分かりません。1986年に世界選手権初登場で初優勝、翌年も優勝いたしまして2年連続優勝を飾りました。当然、カルガリーオリンピックでも金メダルをさらって話題をまいたこのカップル、ペアですが、その年の世界選手権は2位に終わっています。昨年チャンピオンを奪回いたしまして今年2連勝を狙っているゴルデーワ・クリンコフ。さあ、技術的なこととそしてあの優雅さですね、それが非常にうまくミックスしたカップルなんですけどね、今日はちょっとミスが惜しいでしたね。そうですね、 5.8 という数字が出ませんね。やはり 5.6 もありますしね、はい、いつもの彼女たちの、あの点数じゃないですね、これは。ご覧のようにエカテリーナ・ゴルデーワの表情が冴えません。オリジナルでは1位の得点をもらったこのペアなんですけれども、さすがに芸術点アーティスティックインプレッションの方上がりまして 5.9 が 1,2,3,4 人出ています。しかし彼ら本来のこの演技ではなかったように。